暑いですね。広島も35度6度もうねカンカン照りですよ。そんな中今回私はですねこの駐車場にミストをつけました。ちょっと見てください。ここにねこのミスト用のホースがあるんですよ。穴が開いてるホースが。でこんな感じでホースをあそこに伸ばしてるんですね。これキットがいるでしょ、うん、でここにくまモンちゃんがおります。はい、いやとにかくこのままじゃねゆでだこになっちゃいますよ。じゃあちょっとねミストがどんなもんなのかここに設置した状態でね水道ひねっていきます。いや爽やかですよ。いきなりほらもう雨が降ってくるような感じですね。ミストがで降ってきてもすぐ蒸発するんでベタベタになることもないんですよ。でここでねナイト2000がもう涼んでいると。この日差しですからね。この日差しやっぱミストいいでしょ。ほらいやー爽やか。ほらねえ、もうむちゃくちゃ暑いですからね。この屋根の下に水がかかると。でやっぱ天板ねこのティーバールーフは雨漏りしちゃうんで当てられないですけどね。ここほらボンネット冷えてキットもご機嫌でございます。これ洗車もねやりやすいんですよ。で車は全然乗らないんですけどもうだから2週間以上乗ってないですけど、まあ、飾ってるだけです。でもね洗車はね5回以上しました。この手もみ洗車といいますか。いやー洗車ばっかりしちゃう。あこんにちは。洗車ばっかりしちゃうな。このミストこんな感じですよ。簡単でしょ。このホースがね確か2000円ぐらいでこのホースから水道に行くジョイントが1000円ぐらいなんです。こんな感じでね。で洗車するときはこっちに分岐があるんでこっち分岐はめてちょっとはまらないですけど片手じゃね、まあ、はまったと思ってください。ここでこれをひねって出すというね。あれ見えてないですね。これをひねって出すんですよ。これが水道の分岐であったりとかねこう2本ジョイントできるようになってますからね。分岐していてザーッとそれで洗車するときはこれでガーッとかけるんですけどね。もう片方ほらミスト。あーいいですね。これどうですかこれ。いやー本当にね7、8度下がりますからね。ほらはいこんな感じでナイト2000も爽やかサワデーでございます。皆さんのガレージはいかがですかね。もうさっきまで打ってかってこれ涼しそうでしょ、うん、あの暑かったんですけどねもうこの水道ひねるとヒヤーっとするんですよ。こうやってね一人でこうやってガレージを作って喜んでおります。いやーでも美しいボディラインですね。かっこいい。それでは玉木さんこんにちは。では失礼します。毎日これ遊んでばっかりだな。